それでは、宮崎駿監督ご挨拶をお願いいたします。僕は何度ももうやめると今まで言って騒ぎを起こしてきた人間なので、どうせまただろうと思われてるんですけど、これは今回は、本気です。だってこれこのままね、そんな老け込んじゃうじゃん。そうしないとつまんないからじゃない、結局そういうことだと思うよ俺。それはね、確かに引退ってことを言ったけれど、いやいや、もうね、やっぱり死ぬまで作りたいんだと思うよ。じゃあ、ところ行きたい。ボロしかない、ケムシのボロ。だんだん逃げ道がなくなってきて。まあ、それはもう、そこでどんだけ戦うかだよね。俺は未来永劫になれないなという自信を持って。長編ってのは、何本も作れるものだとか、今後のことも考えてなんか嘘だったんだから、一本作れたらそれで幸いだったと思うしかないもんだなって。やったけどダメだったねと、まだマシなんで。これは終わりません。はい。鈴木さん、作るの？映画を。